さてね、佐藤さんね、はい、今このコロナ禍で、はい、本当に酒蔵も大変だと思うんですね。特になんか今ね、お酒が悪者みたいになっちゃって、ね、なんかね、はい、もうお酒を出すな飲むなみたいな風に見えてですよ。なんかちょっと私は今の風潮を見ると、なんか昔の禁酒法時代のアメリカじゃないけどね、本当その通りです。なんか隠れてこそこそとお酒を飲まないとなんか悪いことしてるかみたいな風な風潮になっちゃって、はい、その影響はお酒作ってる酒蔵さんのも相当あるんじゃないかと思いますけど、どうですか？そうですね、蔵元さんによっては正直なところ、その辺は、いろんな、業界誌の資料とか見られると分かると思うんですが、中にはかえってということはないんですが、いいところもあるようではございますが、やっぱり全国も見ると、県によっても、前年よりいいとかいうとかあるんですけども、基本的には弊社の場合はもう本当に去年の、1月2月ぐらいにコロナが出て、その後、緊急事態宣言マンボウと、出てるわけですけども、もう緊急事態宣言が最初の緊急事態宣言が出た時はこの辺りもデパートも、閉店じゃないですね、からもちろん料理店さんもお酒を出すな、というような形の中で進んできたんですからね、大変もう前年から比べて何この落ち込み、急にも注文も入ってこなくなり、全くどうしちゃったのという感じで、それから約もう1年以上そんな状態が続いているものですから、よく料理店さんにはいろいろな、ね、補助金のというのがありますけど、こちらもなるべくその使えるといったら表現変ですけど、その中で条件に合うものがあれば、なんていうんでしょうかね、延長を受けながら今やってますけども、なかなか実際にこうお酒が戻って消費が戻ってこないものですから、まず米をね、一番の去年の問題は米をもうコロナの始まる前には、米を発注していたために、米をまず入ってきてしまう、ということは作らなければいけない、中にはそれを米を使わずに、貯蔵しておいてもらって次の年という考えもあったんですけど、うちは作ろうかということで作ったんですが、先が出ないものですから、今度タンクをまずどうするんだ、貯蔵の問題があるが、ね、なので今年はもう本当にまず頼む米自体をまずもう減らして、なるべくこう貯蔵の先をいかに出していくかということを考えなきゃいけないんですけど、なかなかこの状況ですと、出ていかない、で商品によってすごくばらつきがまた出てしまっていますので、特に周りの一升瓶関係というのは基本的にはやっぱり運転さん一升瓶使われるので、悪いですね、あとはなんていうのか、ちょっと高級なもの、これも見てますとそういうちょっと高級なお店に使われてたのかなというのが、分かるんですけど、本当にもう商品によっても結構前年に比べてそんなに悪くない商品、これはどっちかというと、一般の酒屋さんからとか店頭で買ってもらってる商品なんかなと思うんですけど、だからばらつきもすごくありますね。どちらにしてももうだから前年の今までこう昨年の実績を見ながらいろんなことを、瓶詰めの予定からいろんな予定を立てたんですが、今もう前年の実績っていうのがもう全く合ってないようなものなので、どうしてやっていくことも、半分かみたいなもので計画を立てないといけないというのが現状ですね。大変ですね、本当にね。いや、もう本当に早くどうにか、どうにかったら変ですけども、コロナがこのまま収束はなかなかすぐはしないのかもしれませんけど、先ほど、古川さんに言われましたように、お酒がね、なんか本当に害のように、害といったらいかんですね、なんか悪者のようにされちゃってるというのは、もうちょっとこう、今の政府の表現の仕方をもうちょっと考えていただくなり、だからね、もうちょっとこう、8時までの時短で出すなといったら、もう酒屋さんね、料理店やめた方がいいというのは当たり前のことなんで、もうちょっとこう違う政策というものを、考えていただいて。
こういう時でだからこそ より政府の方と与野党がもうちょっとね、その辺のところを上げ足取りとかそういうことしてる時じゃなく、やっぱりやってもらわないと本当にね困っちゃってるっていうのが現実ですね。だからまあ私なんかはですね、そのむしろお酒ダメだとかいうよりは、あの8時までなら8時まで、でその間でちゃんとあれしてください、あとはちゃんと感染対策はきちんとねしてくださいよという形で、今だとね逆にああやってお酒ダメだっていうもんですから、こう陰に隠れてまあ闇営業やってるところとかにですね、もうたくさん逆に人がいっちゃって、むしろああいうところが感染のですね、こう進んだってんじゃないかなという、そういう心配するぐらいですから、どこのお店でもお酒飲みますよってして、むしろ店の入る人数制限とか、そういう時間制限とか、そうですね、例えばもう今まで100入ったと100も入った方がいいんですけども、うん、まあ、10入ったとは5にして、うん、ちょっと時間をかかる、必ず1時間、1時間とか1時間半とか決める、なんかもう少しそう思いますよね。一番それは止めてしまうのが一番簡単なのかもしれませんけど、今古川さん言われましたように、本当に集まってね、やってるところに集まって余計、かえって危ないと思うんですね。まあお酒飲んで、お酒が悪いわけではなく全くそうです、ね、お酒を飲んで騒いで密になるのがいけない。そうです、そうです、だから思うんですけど、なんか表現がなしお酒がっていうような感じになっちゃう、だからそれこそですよ、一人で飲むようになったら別に何でも問題ないと思うし、はい、で夜で、あのビール一本とかあの、ね、チョコ、ね、でこう缶一杯とか一本とか、はい、そういうのだったら全く問題ないです、ね、うちでは飲んでいいんですから、ね、それだから外でも飲み方ですよね。そう思います、しっかりね。だからあのたまに私が夕飯食べに行くようなところで、うん、そこの姉さんがやるてたんですけど、うちなんかは、まあ、ビールは出すけど、大体家族で来てお父さんが一人一本頼んで、うん、ゆっくり飲んで、ね、帰るだけなので、別にそんなないのに、それでもダメだって言われれば出さない。そうするとお客さんもなんとなく そうでもなくてもこういう時だから抜けこないんだけど、なんかそれでもまた影響あるしというか。だからね、多分私も思うんですけど、まあ、私なんかもお酒は好きですけど弱いんで、そんなに飲まないです、飲めないですね。だから、そんなお酒飲んだからって飲んでない時と変わるかと全然変わらないで、そういう人も多いんだと思うんですよ。あの確かにね、一部もうベロベロ酔っぱってっていう人もいるけど、ほとんどの人はそうでない人が多いので、だからそういうこう飲み方やっぱりね、そこさえちゃんとすれば一切ダメにしちゃうっていうのはね、そうですよね、本当に今お伺ったようにやっぱり影響がもう、その最初は飲食店だったかもしれないけど、そこでね酒を卸してる酒屋さんたちになって、そこから酒を作ってる酒屋さんになって、で今の話だと結局お米も多分もう来年とかも、ね、だから減らしちゃったってことですよね、はい、そうすると結局農家の場合はね、これお米作らないと田んぼ開いちゃうとかになっちゃうと、はい、私も前聞いたんですけども、やっぱ酒米ってちょっと普通のお米よりもやっぱ作るのは大変らしいので、はい、だから一度やめちゃうとなかなかまた元に戻ってこなくなる。そうです ね、そういうのもあります。結局も農家さん自体とか、まあ、農家さん、農協さん自体がね、やはり、まずそのコロナが去年の始まった頃はすでに米はね予定としてあれしちゃって、皆さん作ってますので、ですよね、作りはしてませんけど2月、まあ、まあ種もみとか、そうするとその米が結構余ってるというのが現状で、これもまた大変なね、いろんな問題になるんで、はい、かなと思いますけど ね、私もちょっとこれ去年で農水省の人に聞いたら、これなんか酒米は1年、だったら翌年だったらまだ使えるけど、やっぱりもう2年以降になったらちょっと酒にやっぱり、ね、使いたくなくなってやっぱそうですよね、やっぱ酒成分も変わってると思いますね、それはやっぱ新しいお米の方が美味しいお酒で、新米で作ったと言いたいところもありますよ ね、だからただね、そういうことも言ってても、やっぱりね、今までいろいろお世話になってるんですから、ね、そういうのもある程度はこう、使いながらやっていかなきゃいけないのかなという気はしておりますけどね、
まあ、この辺のね、やっぱりあの酒間とかもしっかりやっぱり支えていかないと、はい、結局まあコロナはいつかは収束して、でその時に農家がないと、ね、あの一時期あの10年ぐらい前ってつくあの山田市なんか全然足らないっていう時代がちょっとね、はい、余ってますよ、ね、ありましたからね。だからまたそういうことがなってしまうと、やっぱりなるだけこうね、需要と供給のあんまりこう余らずならないように、そうですね、はい、まあ、私はあの大事なことっていうのは、これ酒蔵もそうだと思うんですけども、ね、安定させていくっていう、でずっと続けること、うん、あの一時期に、はい、あのね、やっぱりバーッとこう売れるからとか言って、増やしていくんじゃなくて、やっぱりあの私はさっきも教えたように酒蔵っていうのはその地域に根ざして、その水も大事にしでね、そのお米とかやっぱそういうもので地域経済を回していけば核になってるんで、その回っていくためにはそこがずっと続くことが大事で、だからあのどん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 、まあね、成長しようじゃなくて、その成長はそんなにしないかもしれないけど代々ね続けられるという持続可能な形にしていくっていうことが大事だと思うんですよね。ですからまあそういった意味でね、ちょっと今度本当コロナですごくこう大ブレーキがかかっちゃってるんですけどね。まあ、今古川さんに言われましたように、あのいわゆるコロナが終わった時に、まあ、料理店さんもそうですし、あのそうなんですけども、実際終わったからといってすぐ元に戻るとは、もう今実際に飲み屋さん、料理店さん、居酒屋さん辞めてみるところがあるので、だから終わったからってすぐ戻るわけもないでしょうし、から今お米の問題にしても農家さん辞めちゃったら、うちらまたもっと昔からあの農家のさんはね、どんどんどん減ってるという兼業はもうほとんどが兼業も、ここに行ってそんなことだともう辞めようかとなると、いざこう終わってコロナが収束してもすぐには戻らないとなると、またこれもまた困った、違う意味のこうこの前の何十年前のお米が足らないみたいな取り合いになるまた困った問題ができてしまうので、なのでね、本当にとりあえずこう今言われましたように継続できるような、そういういろんなことを取り組んでいただく、まあね、私やっぱり政治とか政府がやるべきことは、そういうこうあんまり波がね大きくならないように、やっぱりそれこそお米も取り合いになると値段が上がる、そうするとまた儲かるならってバッと入ってきてたくさん作ってて値段下がるって、こうこういうね、そうじゃなくて、まあ平均的にですね、ずっとこうある程度ちゃんとこう売り上げも利益も見込めるという、やっぱそこがずっと続くような状況をいかに作るかっていうのが、やっぱり持続可能な社会を作るときに大事なことだと思うんですよね。ですからもうね、本当にまあ願いはなるべく早くこのコロナが終わることですけどね。まあ、あと前もたまにあのお客さんに、いいでしょう、あの家飲みが増えてと言われて、だから増えてんじゃないのと言われるあの方も見えるんですけどね、なかなかうちらの商売と商品はあのスーパーさんとかあの辺で、まあそのマネージャーとかに聞いたんですけど、大体最近のお客さん買いに見えると、もうあんまり長い、今は知らないですけど、あの長いせずにパック酒をポン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 持ってっちゃう。だから結構あの大手さん、大手メーカーさんは地酒メーカーさんに比べると落ち込みが少ない。あのこの辺でも逆にそれに特化しているようなところは別になるのではないかというような形がありますね。まあね、やっぱりお酒って、まあ、私はやっぱお酒って一つのコミュニケーションの手段だと思うんですね。だからあのやっぱりこう、はい、あのうちで家族だけで作るよりも、やっぱりこの人と会う、特別な人と会う、やっぱその時には特別なお酒っていう、やっぱりね、そういうところもあるんだと思うんですよね。その通りだと思います。ね、だからやっぱりそういう機会、やっぱりまあね、コロナになって、いや会わなくてもオンラインでできるよって言われるけど、やっぱり最後のコミュニケーションはそうやってですね、あの直接会って酒を酌み交わす仲っていう言葉があるようにですね、それがやっぱりあの一番大事な、そうなんですよね、とこだと思いますよね。そうじゃないとオンラインでやればいいじゃないとか、それではあのやっぱりこう直接こう会ってこう話をするなりすることによって得られるものもあるでしょうし、またいろんなことが分かることもあるので、そうですね、そのためのまたツールがとしての日本酒、お酒というのがあるんですからね。
ね、こうお酒はまさにまあお神酒にもつながって神様ともつながる手段でもあり、はい、で人がつながるやっぱり手段でもあるのが、はい、まあ、お酒だと思うので、ね、まあ、ちょっといろいろコロナ禍、まあ、本当にまだしばらくね、なかなか簡単には収束しないと思いますが、まあ、ぜひそこはあの私たちもできる応援はしていきたいと思ってますので、はい、ぜひ佐藤さんも頑張っていきたいと思います。じゃあ最後にちょっと佐藤さんね、まあ、今後こうね、あの佐藤さんの、まあ、この酒蔵今後のこととか夢とか希望とかあればぜひ最後にちょっと。そうですね、まあ、夢とかそんな希望とかもう私も、まあ、あと60も超えて還暦も過ぎちゃってますので、まあ、あれですけども、先ほど今、古川さんに言われましたけど、やっぱり持続していく、継続していく、そのためにどうしていくかということをやっぱり考えながら、やっていかないと、せっかく私今6代目、できれば、まあ、7、8ともうあとね50年100年とね、やっていけるようにしていかなきゃいけないというふうに、思ってます。そのためには何をしていくかというのは、これは本当にこれから真剣に、特にこのコロナになってから、何をしたらいいのか全く分からないというのが、まあ、現状なので、まあ、いろんなところで、それこそさっきの古川さんの話じゃないですけども、やっぱり人とのね、交わりってはいかんですけども、しながら、いろんなところからいろんなことを学びながら、ね、まあ、やっていければなと思います。私もこれからも地元の、ね、はい、代表として、地元の酒蔵である東龍応援していきたいと思いますので、ぜひ頑張ってください。はい、今日はどうもありがとうございました。